やば、えっぐいのがいる。は？何？こちらせいくんです。今日はバンカの公園の方にやってまいりました。今日もですね、こちらの公園の方でバンカの昆虫いろいろ見ていこうかなと思っています。それではやっていこう。なんかいるやん。ハサキリかな。羽ない気がするけど、どうしたんやろ。うわ、キリギリス鳴いてる。この辺やね。この辺鳴いてる鳴いてる。わあ、この辺さ、すげえガラス質の高いススキの草が生えてるから、もしかしたらあれだね、カヤキリっていうマジでバチでかい首キリギリスみたいないるんだけど、そう、もう説明としてはバチでかい首キリギリスは一番合ってると思うんだけど、それがいるかもしれないね。さっきこの辺にショールバットのメスがいた気がするんだけど、どこ行った。おった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 。少量バットのメスってさ、意外と飛ぶよね、あのなりで。あっちー、ガチでやべー。夏もさ、動いてはいたけどさ、なんて言うんだろうな、その草原に来たりとかは基本しなかったわけよ。山の中だったりとか標高の高いとこ行ったりとかしてたから、なんかもう今なんか夏を感じてるうん、遅すぎるけどね。なんかもうあっちーわ、やばいね。まあ夏本番はもっともっと暑かったと、うわー、熊出せ熊出せ夏本番はもっと暑かったと思うけど、いや秋でも全然暑いよね。あー、キリギリスいた。いくぜ、ズーム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 。キリギリス、キリギリス、これ産卵化伸びてるからメスだ。まだ生きてるのね。あ、やべ、ほら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 、キリギリス最高じゃん。いや今の時期だからお得だよね。キリギリスも見れるし、カマキリも見れる。少量バトとかいうもう弱小な生き物のくせに、あいつ日本最大の異名を持つからね、すごいやろ。いやこの草むらに入ってからまだカマキリに一匹も出会ってないんだけど、いや絶対におかしいよ、絶対におかしい。絶対どっかいるもん、カマキリなんか。お前カマキリとかね、お前最終難易度星1レベルやぞ。いや分からん、噛まれて痛いというところを見たら最終難易度星2かもしれん。あ、いるやん。見逃さないね、私こんなちっちゃいのに。こいつ、お前ちっちゃくない。あ、お前オスだな。さては、腹広のオスだな。お前待てよ、逃げられたくないなっていう気持ちがあって、俺の気持ち、俺の気持ち、ちょっと汲み取ってくれん。逃げられたくないなと思ってんのよ。めっちゃちっちゃい気がするけど、もう秋麗幼虫なんだけど。多分オスでしょ、多分オスだと思う、分からんけど。この子持って帰ろうか、もう浮かしそうな感じするから持って帰ろう。オスだったら持って帰ってうちの子と交尾させたいから持って帰ります。でもやっぱりさすが私だね、見逃さないね。カマキリ、カマキリは見逃さないよ、マジで絶対に。あ、カマキリいるやん。さあ、あ、カマキリいるやん今ここのね、枝についてるハラビロカマキリを見せようと思って、さあどこにいるでしょうってやろうと思ったら、奥にいるハラビロカマキリのオスに目が入っちゃった。はい、よし、来たゲット。こいつオス確定だから持って帰ろうかな、ハラビロ。いや、この辺オス多いな。痛いな、お前。うん、痛い。分かったって、オスのくせに痛えな。痛い。カメラ外やねん。ハラビロのオスに、あの、釜でギシってやられて血が出ました。やだ、なんで、ハラビロのオスなんかにやられた。悲しい。いかん、まだカマキリの時期ピークじゃないのに、すごいハイペースでカマキリを持って帰ってる気がする。ちなみにさっき見せようと思ったのはここのやつですね。まだ幼虫だけど、ハラビロのメスの幼虫がいる。てかいかん、暑すぎてさ、カメラが温度上がりすぎてやばいよって言ってきてる。うん、カメラの温度上がりすぎだよってカメラに怒られてる、カメラさんに。
多分カメラも黒いからさ、光を吸収するやろ。それでやばい、カメラがちょっと、やば、えっぐいのがいる。は？何？顔陥没してる。何これ、何の幼虫？わかるかな。ほら、顔は陥没してんの。何これ、採取できんのかな。え、力強っ。何こいつ、あ、落としちゃった。いいですね、顔面陥没野郎いた。あ、顔面出てきてる。何これ、何の幼虫。えぐいんだけど、見たことねえぐらいでけえんだけど。何これ、何の幼虫ついてたのは。これあれだね、なんだっけこれ、このジャガイモみたいなやつ、このジャガイモがなる木についてた。そう、地面じゃなくて地表にジャガイモがなるタイプのやつについてたけど、なんだっけこい、なんだ、あー、触り心地が気持ちよくてプニプニしちゃうのは間違いないところ。うん、気持ちいい触り心地結構ガチでプニプニしてて気持ちいい。何これ、顔が陥没するというところとプニプニで気持ちいいというところが分かった。これは多分秋の画だよね、どう考えても。秋に成虫になるために、もしかしたらもうね、さなぎになる直前かもしれませんね。捕まえちゃって申し訳ないことをしたな。と持って帰って飼育してみようか。多分もうね、もう何も餌食べないで成虫になるだけなんで飼育できるかなと思います。何これ、ほら、なんかいる。ハエかな、ガかな、なんだろうこれ。表側来てくんねえかな。なにこれ、うわやば、なんかハエのような気もするけど、すごいね、奇抜なオレンジに透明な羽。おおお、こいつはいい色の、よし見て、めちゃくちゃいい色の少量バッタがいる。ほら、このカラーリングの少量バッタ嫌いな人いない説。いや、マジかっこよくない？ほら、このカラーリングの少量バッタみんな好きでしょね、かっちょいい、マジかっこいいわ。このカラーリングの少量バッタのメス、このカラーリングはね、オスもいるからね、どっちもかっこいいんだよね。こいつお腹の中何も入ってない、どうしたん。あ、うわ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 、いるよいるよ。でもこいつらはね、無毒なんですよね。実はこうやってめちゃくちゃ威嚇してくるし、ゲロはつけてくるけど、実は無毒です。ほら、もう明らかに有毒種みたいな色合いしてますけど、こうやってね、撫でくり回しても大丈夫。ただ触るとこうやってマジで大量にゲロつけられる。それが不愉快であるところはあるけども、こいつらはね、無毒なんですよ。ということで今回こんな感じで終わっていこうと思います。今日はね、頭のないイモムシを見つけたり、毛の生えたイモムシをね、舐めくり回したりいろいろしましたけども、皆さんはね、あのイモムシを見つけても、あの不用意に触ったりしない方がいいと思います。なんでかっていうと、あのイモムシってたまにね、毒を持ってる種類とか、あの毛虫もね、有毒種がいたりしますので、皆さんはね、真似はしないようにしましょう。あの僕はね、頭がイカれてるイカレポンチ君なのでやってしまいますけども、皆さんはね、頭のイカれたイカレポンチ君じゃないと思いますので、その辺はやらないようにしましょう。
僕はねこんな感じで昆虫採集や昆虫戯れたりいろいろやってます。よかったらねチャンネル登録とこの動画の感想をコメントしてくれると嬉しいでございます。それじゃあバイバイ。